ボンジョルノではなくグーテンモーゲン。ドイツ寒い、体感気温マイナス15度らしい。鼻水凍る感じ。朝ランニングしてついでに携帯のSIMを今から買いに行ってきます。鼻水凍る。アルディっていうスーパーでSIMが買えるんですけど、どこにあるかわからない。携帯使えないからネットないし、でもアルディがどこにあるかわからない。 Where is アルディ。走り回ってます。アルディの看板見つけた。これアルディだ。でもアルディどこだよ。こっち？あ、アルディの看板また見える。アルディたどり着いた。ねえ待って、アルディ着いたんだけど、ポッケに入れてたはずのマスクがない。店の中入れませんってことで帰ります。こんなことある？ってことでチュー。